皆さんこんにちは。ナレーション担当のスカちゃんです。今日の撮影日が12月10日ということで、少し前だけど南部支線127系が運用復帰したので紹介します。冷房装置故障や検査などで1ヶ月ほど運用離脱して、その間は205系 W4 編成と引退した W2 編成で代走されていました。そして今日は南部支線205系が工事に疎開される日でもあり、予備車は205系1本のみとなります。今後はまた E127 系が主力で活躍するけど、私からしたらすごく不安です。それでは紹介していきましょうか。こちらが新潟地区で走ってた E127 系です。JR のロゴは所属表記のところにありますね。転属前は黄緑色をまとっていたけど、南部支線カラーに変わっています。205系より新しいのに、設備は127系の方が古いです。首都圏の線で、まだ幕式の車両が見れるとは思わなかったです。それでは車内入りましょうか。車内はこんな感じです。すごい独特な車内ですね。205系と違って3ドアなので、座席がめちゃくちゃ多いです。ここにトイレがあったんだけど、転用改造で業務用室になりましたね。ここ本当に使ってるのかな？そして貫通扉はなんと2枚扉です。これ珍しいですよね。この車両夏バテしがちだと分かったんだけど、来年の夏頃また同じことが起きたらどうするんだろう？引退した205系たちは近いうちに郡山に行ってしまうから、E127 系が日本とも運用離脱した場合、車両が足りなくなるんだよね。ケチらずに131系入れればよかったのに。ドアが閉まります。ご注意ください。Thank you.
浜川崎駅に着きました。これでこの動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。